私のもう一人の子供へ。君には大変な苦労をかけることになった。本当に申し訳ない。これからたくさんの出来事が君たち兄弟を待っている。どうかしっかりと生きてくれ。兄弟二人で。君は私が尊敬するほどひたむきで、しかし時にやりすぎてしまうことがある。だからいつか間違えることもあるだろう。よくわかってんなお父さん。でもそれでいいのだ。そこからまた何かを得ればいい。兄弟お互いが思い合って生きてさえいてくれれば父さんは満足だ。今までのヒネとの思い出が、何もかも犠牲にしてずっと一緒にいてくれた。たくさん愛してくれた。あなたのおかげで私、親がいなくて寂しいなんて一度も思ったことなかった。だから私の大好きなお兄ちゃんをダメなんて言わないで。私だって悪かったの。フィネ、うん、分かったよ。そうか、もう10年になるのか。時間どう？そろそろだね。さっきのパーティーの他の人たち話しかけれそびれちゃったけども、まあ見たい方は自分でやってみるといいよのパターンにしとこう。まあ、俺はセーブデータあるから後で見るけど。家のことは私一人でなんとかやってみるから。悪いな。フィネちゃんとご飯食べるんだよ。バランスよく食べるんだよ。荷物は持った？うん、問題ないよ。ちゃんとご飯食べるんだよ。フィネお母さん。うん、毎日遅くまで起きてちゃダメだよ。お母さん。うん、何かあったらすぐに会いに行くから。ありがとう。あとね、それからそれから記者の時間だ。もう行くよ。そっか。じゃあ。じゃあ。これ乗り遅れてない？大丈夫？あ、今駅に来たところかな。待って。お兄ちゃん、ありがとう。私もう大丈夫だから。いいね、何も言わずにっこりとその顔だけで返事して。フィネー、おーい、まだ？今行く。新しい春の日差しが眩しくて
ということで、もうエンディングじっくり見ちゃったね。エンドデータをセーブします。セーブ。トラウマトラウマ、水眼の人形。さらにオープニングの BGM も変わった。なんと幼き頃のフィネとお兄ちゃん。続きから始めるよ。え、クリアデータ始めると何が起こるんだろう。おかえりなさい。トラウマトラウマ、水眼の人形、はい、続きから始めるよ。あ、なるほど。多分普通のデータで始めると水眼の人形、普通の状態ので始まるんだけども、続きから始めるよ。これはあのトラウマトラウマ、水眼の人形、これに入るためのデータってわけかな。さて、トラウマトラウム、これにて無事ゲームクリアとなりましたが、いかがだったでしょうか。あ、喜んでくれた、楽しかった、 ありがとうございます、ありがとうございます。ウポツア、ウポツア、ありがとうございます。カラさん元気、あ、元気ですよ。私の体の心配までしてくれてありがとうございますとね、こうやってね、まだ流れてないコメントにも返信していく実況者の鏡ということで、私カラが実況させていただきました。こちらトラウマトラウム、本当ね、なんだろう、コナミ感的な感想を言えば面白かったになっちゃうけど、あれだね、ボイスがさ、あのガチ勢使ってるからすごかったなエンディングテーマもしっかり入ってるし、あのさ、なんだろう、コンシューマーゲームとかだと結構フルボイスの最近多いじゃないですか。で、喋ってる時は、うん、なんだろう、変に被りすぎないように多少やっぱ実況だから喋っちゃうけど、これに関してはなんかあまり喋らんようにしようって、少しでも声かぶせないように気をつけようみたいな、まあちょいちょいね、かぶらせちゃったところはあるけども、ちゃちゃを入れちゃったりもあったけども、なんだろう、しっかり聞いたくなるっていうね。でもあんまりそうしすぎると今度はおい実況しろよみたいな言われちゃうと困るからね、そこら辺の折り合いはやっぱやりながら、実況者の辛いところだな、実況しなくちゃならない、ゲームのいいとこもしっかり見なくちゃならない、2つともやらなくちゃいけないのが実況者の辛いところだなっていうね、このブチャラティの下りがまた始まるんで、そうそう、あとボイスがついてるから俺がね、あの喋る必要があまりなくて、なんだろう喋りたいなーって思う反面、楽だなーっていうところもあったね。声優さん全部喋ってくれるからね。でね、コメント欄にもちょいちょい書かれてたけども、いろんなね、各 CV の方でググってみたらわかると思うけども、あのキャラの人じゃんみたいなね、あると思うんで、まあ、そこら辺もね、楽しみつつ。で、今回ですね、このブリキの時計さんのトラウマトラウマ、あ、ちなみにですね、このエンディングトーク、あと80分続きますんで、お覚悟を
で、そのブリキの時計さんのトラウマトラウムやらせてもらったわけなんですけども、この作者さんのゲームだとクロエのレクイエムとか有名だと思いますけども、クロエのレクイエムの、マイクを叩いちゃった、クロエのレクイエムのレクイエム館っていう、なんて言うんだろう、コラボカフェというかコラボショップみたいのがね、あったんですよ。俺の知ってるんだと吉祥寺店と池袋店で、池袋の最終日に行ってきまして、でグッズが飾ってあったり、グッズの販売があったり、あと交流ノートっていうのがあって、そのゲームのファンの方々がいろいろメッセージを書いてるわけですよ。イラスト付きだったりで、俺もねページの後ろの方に書いたわけですよ。クロエのレクイエム、いつか実況しますねカーだって書いて、でもって、で作者さんとはですね、2回ほどちょっと面識がありまして、でね、コミケで会った時に、会ったっていうか、俺も向こうもサークル出展してて、で挨拶に行った時にレクイエム館行きましたよみたいな話して、あ、その時のノートここにありますよってスッて出て、ヒーっていやね、作者なんだから持ってて当たり前なんだけども、なんかヒーって思ってしまったね、つい。まあ、そんなこんなでね、クロエのレクイエム実況しますねって言っておいたんで、トラウマトラウムをやりましたみたいないや、あっちもね、やってみたいと思うんですけど、また機会があればということで、トラウマトラウムはね、ちょうどあの方々が新作を出すっていうんでね、気にはなってたんで、でリリースっていう時で、俺もちょうど少し手が空いてたんで、おこれも実況しようと思って始めました。でね、どっかのパートでも言ったけども、 RPG スクール MV 制なんでスマホからもできるし、で、ちょっとやり方、俺は忘れちゃったんだけども、データ共有もパソコン版とスマホ版でデータ共有もできるので、ね、移動中はスマホで、家に帰ったらブラウザでみたいなやり方もできるし、で、MV の特性としてはダウンロードじゃないんで、何か更新とかがあった際に、そのまんま最新版に反映してくれるっていういいところはあるんで、やりやすいかなと思います。で、俺がやったみたいに、マウス操作もできるし、キーボード操作もできるしと、まあ、ここら辺はね、MV 作品やったことある人ならわかると思いますけども。さてさて、80分エンディングトークするって言ったからね、まだだいぶ時間が余ってるんですけども、まあ、ゲーム内の感想というか、細かいところに行くと、あれだね、お話の期間自体は、ほんの少しの時間の間だったんで、なんだろう、もっと長い時間このキャラクターたちと付き合っていきたいなみたいなところはあったね。でもこの中でも密度がちゃんとあったんで、しっかりと一本のゲームとして、一本の話として成り立つぐらいのはあるんだけども、結構ね、なんだろう、個性的なキャラの立ってる子たちばっかりなんで、もっと各キャラを掘り下げたサイドストーリーというかね、自由に話しかけられるシーンみたいのが欲しくなるなーっていうね。まあ、これはただ単に欲張り思想というか。ゲームシステム自体は、わかりやすかったし、直感的にできるから、で、謎解き自体もそこまで難しくはないんで、程よい感じなんで、ゲームが苦手って人もできるし、なんだろう。あと、エンディング、特にエンディングテーマが流れてる時に思ったのが、一本の映画とかを見終わった時のような、はぁ、終わったみたいなごちそうさまでしたみたいな感覚が出たな。で、自分でプレイしてはいたんだけども、そういうのを一本見終わった時のような満足感、充実感みたいのがあったな。でね、綺麗にまとまって終わったし、いい作品だったと思います。なんだろう、ゲームとしては、振りゲーだったとこんぐらいの長さ多いけども、短編から中編の間ぐらいなのかな？サクッと終わっちゃうから、ちょっと物足りないかなって思う人もいるかもしれんけども、さっき言った通り、しっかりと密度があったんで、ちょうど良かったのかなっていう、個人的な感想です。80分やるって言ったから、あと他何の話題をすればいいんですかってあたりで、じゃあ80分喋った体にします。そういうね、あんまり喋りすぎて、なんだろう、80分のエンディングトークっていうね、トラウマをね、皆さんに植え付けてしまうことになって、
まあ、それがねトラウムすることなくこの辺りで終えておこうかなと思います。で、動画の説明文のところにリンクが貼ってありますので、そこから飛んでぜひプレイをしてみてください。ということでトラウマトラウムの実況プレイはこれにておしまい。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。